はい、皆さんこんにちは、バンチャンネルです。今ね、2020年3月7日、土曜日の11時40分です。西中島南方駅ですね。今日はね、こっからね、つくし取りに娘と二人で行ってきます。もしかしたら早いかもしれないです。早いかもしれないんですけど、まあとりあえずちょっと、どんな感じになってるかっていうのをね、皆さんと一緒に状況したいと思いますので。あ、今ちょうどね、大阪市営地下鉄の車が行ってますね。はい、でこんなとこ、大阪メトロの西中島南方駅ですね。ちょうど画面の真ん中ら辺に駅があるんですけど、そこからですね、今歩いて 2,3 分のところにやってきておりまして、今上に見えてますのがですね、国道423号線でよくバンチャンネルで車載動画で走ってるとこですね。で今見えてきましたのが、こちらが淀川ですね。我らが淀川でございまして、今日はね、この淀川の隕石落ちた淀川に、母なる湖琵琶湖ですね。そこからまあ淀川で、僕らこの辺りにいるのかな。で実はね、ここ取りに行くの多分僕2回目か3回目なんですけど、前来た時はね、確かこのこっちの川と反対側の斜面の方になんかいっぱい生えてたような気がするんですけど、どうや今生えてるか。ちなみに今日はね、こういういでたちでございます。ちょっと南米スタイルというかブラジルスタイルみたいなね、ジャマイカみたいな感じになっております。バンチャンネルです。ここや、こっちあ、これほら電車走った。はい、鉄道ファンのためのわ、すごいな、大阪市内が、一望できます。これ淀川の右岸になるんですけど、河口向かって右側ですね。結構車がいっぱい止まってて、あ、まあ、ところどころにこうやってテント張ってる方もいてますね。なんか撮って歩いておるよ、あそこで。ちょっとあの人見に行ってみようか。ほらこの人、うん、あるかな、つくし。やったー、見つけました。第一発見です。ここにも、今日はちなみにルミックス G8 にピンマイクつけてます。もうこのスタイルがもうね、確立されつつありますけど、はい、もうちょっとね、いい外部マイクも欲しいんで、欲しいっていうかつけたいんですけど、はい、あんまりやりすぎるとね、重たくなるんで、こんな格好です。これ誰も興味ないかもしれないですけど、これ今日ね、電熱ベスト、はい、着てきたんですけど、実はね、電熱ベストまた潰れてしまいまして、ほんまやっぱダメですね、これ、ほんま潰れやすいです、この電熱ベスト。これ3つ目です、僕で、YouTube のシャツ着てるんですけど、もう暑い。どうですか。お、すごいやん。お、すごいすごい。へー、ちょっと見せて。まだちょっと子供やな、なんか知らんけど、こう群生してるんですよね。ここも取っといて、ここ。だからなんかいっぱいあるとこにあるし、全然ないとこにはないっていった感じですね。ほら、ここら辺結構、ここにもちょっとこれ取っていい、これ。はい、どっから取んのこれ。わ、すごい、めっちゃ、ちょ待ち、これさ、ちょっとピーって振ってくれへん。あ、これは出えへんな。なんか出るやつと出えへん。あ、これ出る出る、これ見て、これ見て、いくで。ほら、わかるかな、ちょっと花粉が出てる、これ。おお、中間報告です。まあ僕らね、2人で今撮ってるんですけど、結構いい感じで撮れてますね。はい、これとあと一応ね、こっちもありますね。まあお互いに取り合って、また後で合算しようかなと思っております。まあ思ったよりかは、ね、先ほどもちょっと言いました、少ないんですけど、それでもまあところどころにね、ありましたね。ただね、淀川もね、こう河口の方行くともうあんまりないみたいなんで、ちょっと今この辺りにいるんですけど、ちょっとこれで U ターンして、またあっちの新御堂筋というか南方の方まで行こうかなと考えております。今ではね、ずっとこっちの西中島南方っていうか、こっち方面に北側の河川敷取ってたんですけど、今度はね、淀川の方行って、川べりの方をね、ちょっと散策しようかなと思っております。これ取ってよもぎ餅しようかなとか思ったんですけど、考えたらね、ワンちゃんのおしっことか、まあ、もしかしてかかってるかもしれないんで、まあ、そうやったらつくしも一緒やろうって思うんですけど、まあとりあえず、あ、あったあったあった、ほら、そこ、これ取って取って、そこ、まあつくしは多めに見ましょう。それテントウムシ、それ触れるとか、今ちょっと俺カメラ撮ってるから触られへんけど、あ逃げた早っ、飛んだ。おお、意外と淀川人多いな。タコあげてる人おるで。え、タコ、あれ、あとテント張ってる人もいるし、あそこトイレあんねや。
あれ、まあけどもう俺らも終わりやな、そろそろ電車来たで。おお、爪草発見。ほらほら、これ上、これ線路、これ真ん中。面白いな、これ淀川の河川敷があるとこんな面白い風景が見えるんですね。結構な量のつくしが取れました。これで終了いたします。まあまあ取れたな。ヒカキンがおるわ。袴取りやな。あ、それとあれやな、まあ取る時の注意点としては、あの根っこはもう絶対使わないんで、あの土のついてる部分はもう取る段階で折っといた方がいいと思いますね。こんな感じで本来この先に、ね、根っこがついてるんですけども、それはつくしを取る段階で切り取っておきました。であとはこの周りの袴を取って、で多分水に半日か1日ぐらいつけて、で花粉とかアクをとりあえず取ってから、まあ、砂糖と醤油とかで、まあ、煮るというね。それにしてもね、今日3月の7日土曜日なんですけど、結構淀川河川敷人多かったですね。だから、まあ、大阪はね比較的あったかいから、もうちょっと寒い地域になると、まあ、出るのも遅いから、この動画出た後でももしかしたら少し取れるんかなという感じもしますが、あったかい地域だともう終わってるかもしれないですね。まあけど春の味覚をまたこれ家帰って調理できるというね、まあ子どもの食肉にも非常にいいと思います。簡単ではね、潰せないよ。ああ、ハニカムってやつやな、これな。六角形かこれ、うん、あ、ほんまや、六角形や。1、2、3、1、2、3、4、5、6、ほんま6や。本当に。え、どれどれどれ。本気でやってこうやってちぎれるから、中が緑色やね。ああ、フィールドワークってやつやな、まさに。これまたあの本とかで調べたら面白いかもしれないな、つくし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。バンチャンネルでした。良い一日を。そして良いつくしライフを。うるさいな。あ、俺の話が長いんじゃなくて、長っ。ちょ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 、これ何センチ？15センチぐらいある、これ多分。うわ、でっか。